コラポス関西百名山ワウワウ。ここは下井坂。おはようございます。今日はですね、ここ JR 和歌山県は下井坂駅にやってきております。時刻は9時何分ですかね。14分。9時14分です。今日はここからもう早いものですね。第10座目となる龍門山を目指して行ってみたいと思っております。この時期を選んだのはですね、じゃーん、桃の香りあふれる自然と歴史を巡ろう。ここの桃源郷をね、私ちょっと楽しみにしてるんですよ。ここを通ってここ最終画面に言われているここのね展望台を見て、でこの、こっちからずーっとね、行けるんですよ。龍門山までここを通ってっていう感じで今日はお届けしてみたいと思います。桃のこの群生見るの初めてで楽しみにしております。早速行ってみましょう。無人駅でした。線です。単線です。これを珍しがるところに私は驚きました。珍しいんですね。私の田舎では当たり前ですけどね、一両編成とか。あの山です。木の川です。あれが龍門山です。桃源郷を目指してます。橋を渡って。おお、ハーフマラソンもあるらしいよ。橋渡って桃源郷。木の川堤防のことですね。じゃーん。菜の花と桃のコラボですね。この映画にね、ここに桜と違って直にここからピュって出てるやろ。この花のつき方。うわー、めっちゃ可愛い。ちょっと感動。かわいい。すごいですね。天国みたい。見えるでしょうか。このガーミンめっちゃナビ機能便利です。ちゃんと今回も地図をね入れてきました。これを見ながら、あ、この先曲がるんだなという風にして進んでおります。そして、この地図を和歌山県のところからダウンロードしてきて、これも見ながらね、同時に行っております。ああ、めっちゃあったかいね。見下ろしたらもう街が真っピンク。素晴らしい。最終ヶ峰に向けて歩いております。しんどいよ、これ。うん、暑いし。そして誰もいない。うん、暑い。いい加減にしてほしいわ、この丸太。まだ愚痴っております。あ、でもだんだん見事な感じになってきたやん。ちょっと吉野地区の風景。龍門山。ああ、綺麗やな。もうすぐ最初が峰。最初が峰、展望台より。あ、まあ、あそこなんで、向かいたいと思います。古い戦場を整備して展望台にしたそうです。あ、道ですね。次は桜。ああ、すごいよ。振り返ってみてもすごいよ。これ。おお。めっちゃすごい。これ桜の森っていうゾーンらしいよ。ゆり山。ハイキングにぴったりね。うん。渡ってきた橋が見えます。あそこですね。確かにあそこ一帯桃源郷。もうあんなに広い規模やったよね。で、こう来て。もう桃も桜も菜の花もタンポポも全開。花粉も全開。時刻は10時33分。1時間19分が経過しました。最初が峰に到着です。これはすごいね、なんか。第10座いや、第10座まだちゃいますけどね、9.5 座というところですかね。夜はライトアップされるみたいです。これすごいね。へえ。庄前パス、庄前峠。オンコース言ってますからね。行きましょう。はい、オンコース言ってます。地図ありますね。はい、花見客で賑わっております。はい、ライトアップは午後10時頃までですやって。現在地。ほら。ここハイキングコースで。あ、ばあ今私こう来たんや。庄前峠を目指してで、そうこのスカイスポーツ基地の近くを通ってこう目指すんですよ。今日は花プランなので私のプランです。間違うとるから。真正面やね、何しか。もう山肌にも桜がいっぱい咲いててテンション上がるね。龍門山へ向かっています。はい。あれやね、ハイキングでもマラソンでもちょうどいいコースね。トイレもありました。はい。これずっと舗装路でだいぶ上まで続いてんねんな。ねえ。マラソンが飛んでおります。あれ1万円ぐらいするんですよきっとね。1万円もすんの？1回飛ぶのに？あ、私2回飛んで1万円やったかな前。伊吹山かどっかで。あ、上手に飛んではるやん。これ綺麗やろな、明日桜見ながら。しかし降りてからあれを抱えて上がるのが超大変。ああ、でも綺麗やろな。あ、またこっちも来た。あ、ほんまや、2つ飛んでるわ。なんですかこの坂は。あのですね、百合山からこのハイキングコースって書いてあったんですけど、ひたすら結構な傾斜の車道が続いてね、もうしんどって感じやね。そういう時は今日のおやつ。ドライフルーツいちご。もうリアルいちごの形ですよこれ。はい、食べてください。おいしい。おいしい。お、すごいね。リアルいちごいただきます。甘酸っぱい。まあ酸っぱいのがいいね。おいしい。はい、しんど。あ、ほらテイクオフ基地やん。あ、そうか。ここがね、ものすごい傾斜でしたよ。もう何パーあんねんっていうぐらいの傾斜で、今ここまでやってきました。こっからここまで来て山頂行って、でこの磁石岩、これ天然記念物らしいです。これ経由して田代峠経由でここまで行って、で小川駅の小川寺に今日は行く予定です。はい、まあ、とりあえずはここでお昼を目指して行ってみたいと思います。はい。ちょっとだいぶ寂れた感じでハイキングを気をつけていきましょう。えらい荒れてますけど。いやでもずっと舗装路で来てたからね。やっと今日の登山開始ですって感じはね。今何時かな？11時33分。11時33分、駅から2時間18分が経過しております。距離はちょうどここで10キロです。はい。距離は 10.5キロ、2時間32分が経過しております。ここちょうど分岐ですね。上がってきた道で、短い方で帰りたかったら中央コース、ここから下るとで、山頂はこっちです。山頂1ピストンしてここから下るというのもありですね。今日は一応向こうの自社岩の方から降りようと思ってます。しんど。11時49分やりました。ほら、関西百名山第10座目龍門山、イエス。やりました、登頂。三角点はちょっとわかんないですね。あの辺から、まあとりあえずやりましたということで、はい、ここでお昼にしたいと思います。はい、あ、ちょっと右に登ったらありました三角点、イエス、やっぱり三角点踏みたい、イエイ。でここが展望所ね、そう展望がいいって書いてあったのよ。ちょっと霞んでるけど淡路島まで見えるって言ってね。ちょっと微妙。もうちょっと草が刈ってあったらいいかなって。でも木下野って言ってここでしか咲かない花らしいからね、あんまり刈ったらあかんねんのね。うん、そうそうそう。お弁当を作ってきました。今日はこんな感じですね。ちょっと朝ごはんをスパムおにぎりを食べたらちょっと胃もたれして弱っております。今日はオレンジジュースを凍らしたものと味噌汁も持ってきました。こんな感じです。12時21分、お弁当を食べまして、いざ下山です。さらば龍門山。そうそう。時勢を示す。どれがこれが近くや。そうやそうや。うん、珍しいらしいよ。これで磁石を形成してるんって。なんか靴も持ってないんか。ないわな。だって県指定天然記念物。じゃーん。見どころです。ビリビリ。なんか持ってきてみたらあかんな。わからんな。コンパスも持ってないし。まあ綺麗ですよ。こっちのね、登ってきたのところとね、打って変わってね、ここはメジャーな登山道っぽいです。息って下り坂練習ばっかりしてたらちょっと膝が痛いので慎重に降りております。田代コースご覧の通りよくね踏まれてますね。あんまり眺望はありませんけども、ハイキングに程よいかと思われます。木漏れ日が気持ちいいね。びっしょびしょになりました。水気が増えてきました。あ、でも綺麗だね、なんか。うん。はい。家から凍らしてきたオレンジジュースが程よく飲み頃になる季節になってきました。お、全部飲んだで。あ、美味しかった。こら。田代コース、なかなか骨のあるコースやったね。あれ、反対から登ってきたらだいぶしんどいよね。で、中央口ルートで降りてきたら、いいハイキングコースになるんではないかなという気がしますね。まあ、しかしこれ、雄大やね、景色が。高い建物がない分、木の皮とこの桃のコントラストがすごいし、ほんで、山肌の桜とかもよく見える感じで。なかなか、目に新しい風景で楽しいね。それでは、今から、小川寺に向かって行ってみたいと思います。西国さんです。何の花やろね、これは。素晴らしいですね。悲しいです。花ばっかり取ってるから一個も前に進めへん。のんびり。いや、どっちを向いても絶景で、こんな景色ある、すごいよね。これはなんなん、ほんで。桃です、桃。桃や桜やようわからん。言うてるやん、この枝から直に出てきて、この花びらの形が桃ですよ。うん、興味ないけど。すごいね、もう高岸とかもずっとピンク、もうすごいね。さらば龍門山、絶景の数々をありがとう龍門山。大げさな。カット。雄大なり木の皮。大きいね。日本最古の巡礼西国33箇所。創設1300年だそうです。実は私20代の頃一人でこれ全部回って実家に掛け軸4万5万ぐらいしたですかね、早朝してかけてあるんですよ。りゅうちゃんと実はひっそりやってます。これ今日はね3年か4年かぶりぐらいですね。来ましたよ小川寺、ケチなりゅうちゃんも今日は入ってくれるそうです。ケチなんてね、有料やったら絶対入らないんですけどね、待ってるよ外で。今日は入ってくれるそうです。入りましょう。55分やってきました小川寺です。桜の名所らしいです。知りませんでした。それでは早速行ってみましょう。駐車場は満車だそうです。小さいもんね。駐車場が急にここ今大門通ってこっちが本堂です。順路に従って行ってみましょう。この辺ずっと桜並べてます。もう散りかけてんのこれ。そうやね、もう葉っぱが出始めてるからね。あっという間よ。ノアラスの虎。夜な夜な抜け出てターターを荒らしたので目に釘が打たれている。あ、いた。そうやな。散りかけているのがほとんどですが、これは今が見頃です。木がまた贅沢よね。惜しみなく散る感じ。やりました。我々のコレクション写真を撮っていただきました。このね、朱印帳にね、イラストをついてる朱印帳を買ったんですよ。で、これと同じように写真を撮っていくのが趣味にしております。すごい歴史のありそうなもんです。すごい朝倉、すごいねこれ。立派。2017年より1300年特別行事をやってるらしく、これ希望すればこれを無料で押していただけるそうです。押していらない人は先に言わないといけないそうです。いらんっていう人おんのか。いやだって掛け軸とかやったら浮いてしまうやん、全部揃わんと。だからいらんっていう人もいるんかもしれない。私はせっかくだからね、2018年来た記念に押していただきました。はい、お経もちゃんと途絶えましたよ。お経ということで、はい、それでは今日はこれから駅に向かっていきたいと思います。14時40分、小川駅でゴールです。距離は約20キロ、約5時間半の旅でした。どうでしたか今日は。どうですか。暑い。そうなんですよ。私最近コースを組むようになって思いました。やっぱり事前にこういうコースでこんぐらいの所要時間で持ち物はこれでとかいろいろイメージしておくことがこの日の一日の充実につながるなと本当に思いました。最近は暑いですので脱水症状に気をつけてスポドリと凍らしたオレンジも大成功でした。今日も一日皆さんありがとね。またね。桃が綺麗でした。